音が聞こえなくなった。君は誰？どこから来たの？キリト、ちょっと道に迷ってしまって。道に迷った？そうなんだ。僕はユージオ。よろしく、キリト君。ああ、よろしく。森の南から来たってことは、ザッカリアから来たのかい？それじゃ。ねえ、
そういえば、なんで村に衛士がいる？主に獣とかだよ。あとは当然。闇の軍？ほら、見えるだろう？あれが果ての山脈。あの向こうに、ソルスの光も届かない闇の国があるんだ。闇の国には、ゴブリンやオークみたいな呪われた亜人や、いろいろな恐ろしい怪物が住んでいるんだ。もちろん、山脈を守る聖豪騎士が侵入を防いでいるけど、ごく稀に地下の洞窟を抜けて忍び込んでくる奴がいるらしい。というか、キリトはそんな当たり前のことまで忘れちゃったのかい？ああ、なんとなく聞いたこともあるような気がするんだけどな。そっか、早く記憶を取り戻せるといいね。それじゃ。さあキリト、教会に着いたよ。中で。セルカ。セルカ。彼女は教会に。その人は？彼の名前はキリト。ベクタの迷子。セルカ、アリスも教会でし。シスターアザリアや村人たち、ベクタの迷子であることを伝えると、そして友情やセルカ、この村には NPC 全員が友情と同じくリだが、そんなことは彼らは人間でもなく王都を目指し、友情はまだ、そういえばこの世界でまだ、ああな、おはようキリト。なるほどって何が？おはようユージオ。いや、そのいそうだよ、ソルスの光の。なるほどな、つまりこの世界には。それなら子供の頃に絵本で読んだよ。でも人々がそればっか以来、いつなるかは。本当にキリトは何もかも忘れちゃったんだな。誰も鳴らしていないよ。ああ、でも今は人気はあれ一つってわけじゃ。そうだキリト、天職はいいのか？俺は今日ユージを手伝え？今日は安息。そうなのか。あ、なら、わ、いや、特にないから気にしないで。あ、わ、いいんだ。それでね、キリト。そりゃ助かる。あのね、
あのね、今の声は行ってみよう。うん。どうしたんだ。衛士が獣にやられたんだ。獣？ああ、村の周囲を見回っていた。最近は獣の被害なんてなかった。とりあえずあんたは治療してもらってくれ。村の警護は。ああ。傷もそこまで深くないし。それでこの後はどうするんです。ああ、さっきも言ったように衛士の代わりとなる。あとは近くに凶暴な獣がいる。討伐隊を結成するんですね。ああ、だがまずは。もちろん、ユージもだろ。はい。うん。もしかして。さてと。ユージを戦うために剣を握るなんて。キリト、分からないけど村を守るためにはやるしかない。うん。それに頼まれた仕事はあくまでも偵察。そうだね。戦いになる。獣に襲われた衛士の容体。しばらく安静。そのことなんですが。確か村の。わかりました。
あれ？キリト！行くぞ！うん！なんとか無事に帰って…キリト、おつ…あ、一つ聞いても…なんだい？神聖術には…その…人…村の人たちは知らないだろうけど…天命…例えば、人の天命は赤…だいたい25歳くらいで最大になる。この年齢ごとの最大値を…でもその術は、まあどっちにしろ、一度…今ここで俺が死んでも…教会やどこかで復活する。死ねばおそらく現実世界で目覚めるだろう。そうなるとやはり王都に向かい世界。友情、この村には竜骨の斧よりも強い斧はないのか？斧はないけど、ほら朝に神器の。ああそうだった、今度こそ。それじゃあ剣を取ってくるから先。
ボートへたどり着くにはユージオの協力が必要不可欠だ。それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。ユージオ、彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい、大丈夫か？大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。さあ見てくれキリト、青バラの剣だ。この剣は何なんだ？ルーリットの村に住む人ならみんなが知っている、ベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。ユージョはこの剣をどこで手に入れたんだ？6年前にアリスと果ての山脈に行ったって話をしただろ。その時に洞窟で竜の骨とこの剣を見つけたんだ。いや、竜は死んでいたんだな。骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか？一体誰が？わからないけど、その人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それでユージオは放置されていたこれをここまで運んできたのか？一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。大丈夫かい？なんとかな。とてつもなく重いけど、それ以上に綺麗な剣だな。普通の鋼じゃないよね。銀でもないし、竜の骨とも違う。つまり人の手によるものじゃないんだと僕は思ってる。神様の力を借りて強力な術師が形にしたか、あるいは神様が手ずから作り出した、そういう器物を神器って言うんだ。青バラの剣もきっとその一つだよ。神が作り出したものか。この仮想世界における神とは一体何だ？ゲームにおける管理者、メインプログラム。何にせよ今分かっているのはこの青バラの剣が恐るべき優先度を誇るオブジェクトだってことだ。ユージョ、少し試したいことがあるんだけど。まさかその剣でギガスシダーを？禁忌目録に剣でギガスシダーを叩いちゃいけないなんて項目があるのか？いや、そりゃそんな掟はないけど。じゃあ問題ないな。なんだか前にもこんなことがあったような。試してみる価値はあるだろ。うまくいけばこの木を切り倒せるかもしれないぜ。分かった、慎重にね。キリト、大丈夫？こりゃダメだ。反動だけで手足が痛い。これだから言わんこっちゃない。やっぱり難しいみたいだね。なあ、まずは青バラの剣を自由に振り回せるようにならないとな。変なことに付き合わせて悪かった。いいんだよ、気にしないで。それより手足が痛むんだろ。シラル水を持ってくるから少し休もう。ああ悪いな。それじゃちょっと待っててね。青バラの剣を扱えるようにか。ゲームであればレベルやクラスやステータス、何らかの条件があるはずだけど。そうだ、ステーシアの窓。オブジェクトに試せるのなら自分自身にも試せるかもしれない。ユニット ID と、こっちが店名か。青バラの剣を振るのに失敗したから少し減っているな。
オブジェクトコントロールオーソリティが38、システムコントロールオーソリティが1しかない。システムコントロール権限は神聖術に関するレベルか。そして38あるオブジェクトコントロール権限、武器やアイテムの使用に関するのはこっちかな。青バラの剣は+45オブジェクト。オブジェクトコントロール権限を45まで上げれば青バラの剣を使いこなせるようになるってことか。とはいえどうやったら権限を上げられるんだ。お待たせ、キリト。さあ、青バラの剣はギガスシダーのウロにでもしまって少し休んだら村へ戻ろう。あら、キリト、帰ったの。なあ、セルカ。私？その今はだろ、ユージオに聞いたんだ。ユージオが？あなた、アリスもこの教会で神聖術のそう、村の人はお父様もお母様もシスターもまるで最初からアリス姉様なんていなかったみたいに。忘れるどころか、ユージオはすごくアリスのことを気にかけてるみたいだぜ。それこそ、そうなの、ユージオが。ええ、姉様が村にいた頃の。確かにユージオの物腰は静かだが、彼がセルカや他の村人の前では。やはりユージオの魂は、彼は俺と同じ本物の意識、魂。ねえ、何。いや、ユージオはきっと。そうなの。セルカはな、そうなんじゃ、なんだかたまらないのよ。だから私、家を出て教会に入ったの。なのにシスターアザリアでさえ私に。ユージオはそんな人じゃ。でもそんなの、私は姉様の。いや、あ、そう。ん、なんだか少しだけ楽になったわ。へえ、すごいな、セルカは。俺なんてこの年。俺、キリト。いや、そうじゃないんだが、そんな感じがする。ともかく自分は自分なんだからさ、他の誰かになんてなれない。だからセルカも。そうね、私。あら、もうこんな時間な。いや、十分わかっ。そう、なんだ。キリトは聖豪騎士様がどうして姉さん。私は知らないのよ。確か果ての三。そう。大丈夫か、セル。ええ、平気よ。教えてくれてありがとう。せっかくの安息日なのに。ううん、気にし。あ、またな。キリト。なあ、セルカを見なかったか。セルカ、さっきまで話を。教会にも村の中に。え、シスターアザリアも。きっと何か急な用事があったの。だといいのだな。俺も探してみますよ、教会。感謝する。セルカが行きそうな場所、友情なら付き合いも古いし、何かして。ユージオ。キリト、どうしたんだい。実は。そんな。ユージオ、行きそうな。俺、セルカと少しだけアリス。あ、ユージオ、アリス。そういえば昔聞かれたことがあったね。なぜと、はっきりしたアリス。セルカが。それだ。
え？俺、セルカに教えちゃったんだ。セルカはきっと、果て…それはまずいよ。村の人に気づかれ…いや、今すぐ追い…念のために聞いておきたいんだけど、もしセルカが闇の国に入ったら…いや、聖号騎士は多分、翌日にやってくる…そうか。じゃあ最悪の場合でも…何を考え…単純な話さ。今日中にセルカを連れて…そんなこと…別に、ユージを俺がセルカを連れて逃げるよ。俺が…ダメだよ。セルカにだって天職があるんだよ。たとえ騎士が来る…それにそもそも…でもアリスにはできた。アリスは…彼女は…村の誰と…ともかく今は…セルカ…なあ…とはいえ…うん、わかった。よし。行くよ。わかった。行くよ。行くぞ。何？行こうか。任せろ。